はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、妖怪メダル U ステージ1更新歌メダルヒットパレードです。歌メダルがですね、妖怪ウォッチ U の更新で使えるようになりましたね。はい、こちらはですね、もうすでに、バージョン2に更新しております。はいはい、なってるね。うん、ちなみにこれでウサピョンをちょっと読み込ませてみようか。はい、はい、そうだね、うん、ここが変わってます。最後がだから話を聞けっつってんだにーっていうのが、ユーの話はピントコーンだにーっていうようになったね。うん、で他のメダルもピントコーンっていうのはね、ちょこちょこ入るようになってますね。うん、うん、新しいメダルだけだねこれはね。うん、はい、今回の妖怪メダルユーはですね、全部で20種類ですね。うん、でホノメダルが、うち7種類で、その中で歌メダルはなんとたった3種類しかありませんね。そうだね。はい、ちょっと残念だけどね。そうだね。はい、それで今回のこのメダルは5枚以上買うと、なんとですね、このピントコーンのメダルが、歌メダル、うん、これついてくるということで、これもらいましたね。うんうん、はい、でこの箱もですね、うん、もう最近だと自由にねメダルを買えるようになったので、箱買いもできるようになったので、今回はパック買いしておりますね。はい、はい、じゃあまずですね、こちらのピントコーン、こちらから開けていきましょうか。はい、はい、あ、白いよ、なんか白い。おお、はい、こんな感じのメダルだね。うん、白いメダルは初めてだね。うん、そうだね。これが歌メダルなのか。うん、後ろこのような感じになってますね。うん、ちゃんとラメ入ってるね。うん、はい、ピントクルセイターズって書いてある。ピントコーンがいっぱいいるね。うん、はい、でウィスパーがちょこっとここにいるね。そうだね。じゃちょっとこの状態で聞いてみましょうか。はい、いきます。すごい。え、長いんだけどこれ。うわー、すごい。すごい。歌メダルっていうだけあって長かったね。うん、しかもちゃんとウィスパーの声入ってたし。うん、これは面白い。そうだね。うん、歌メダル3つとも全部欲しいね。うん、うん、それではこちらの12パック開けていきましょう。はい、はい、記念すべき1パック目を開封します。はい、はい、ではエイジン君が開けるかな。はい、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あ、もうちょっと思ってるだろ。あ、OK です。じゃあ開けてください、エイジン君。記念すべき1パック目、せーの、ポン。お、歌メダル。歌メダル、早速グレルリン。グレルリン、うん、やったね。早速歌メダル。よーしゃしゃしゃしと、と青鬼。うん、はい、よかった、いきなり歌メダル。うん、後で音声確認してみましょう。そうだね。はい、2パック目、赤鬼。赤鬼、よし、うん、と、とコマさんです。おお、いいね。うん、よし、3パック目、ジェットニャン。おーし、よしよしよし、フォロだ、フォロ。うん、とロボニャンの F 型。おーい、4パック目、妖怪ガッツ F。 おー、いいじゃん。うん、とプライドン。プライドンか。うん、はい、5パック目、はい、プライドン。あー、パッかぶった、かぶった。そして、お、歌メダル、食べ物がかり。よっとー、と2枚目の歌メダル。うん、あとはどんぶり、どんぶりーずカムトゥルーだけだ。うん、これ大丈夫なのか。うん、6パック目、マスクドーニャー。おー、いいね。うん、と、とクローニ。クローニ、うん、おい、7パック目、ロボニャー F 型。あー、かぶった。と、と、あ、ほら、ヤミチューミ。おーし、よし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 、8パック目、コマさんです。かぶったね。と、と、お、コマジローです。おーし、これはオッケー。うん、9パック目、お、これ食べたの、ドブリンカンブル。おーし、よしよしよし、よし、食べたの、コンプした。イエーイ。オッケーオッケー。と、と、あ、コマさん、コマジローか。うん、10パック目、
ジバコマ。おお。いいね。と？と？花ほじん。あ、これも出てないでしょ？うん。花ほじん出てないね。11パック目。おほら。光オロチ。おしよしよしよし。と？と？うらやめし。うん、これも出てないね。うん。じゃあ最後の12パック目、パパは開けちゃっていい？はい。はい、12パック目。が、妖怪ガッツ F。あ、これ出たね。と？と？しばか。はい、それでは今回出たメダルを見ていきましょう。はい、はい、まずはこちらの赤鬼と青鬼。はい、黒鬼とマスクドニャン。コマさん S とコマジロ S。うん、妖怪ガッツ F とジバコマ。ロボニャン F 型と花穂人。うん、裏飯とプライドン。はい、ここからホロメダルで光オロチと闇キュービー。うん、そしてホロ最後はジェットニャン。そうだね。次が歌メダルで、うん、ドンブリーズカムトゥルーと食べ物係ね。うん、はい、ものすごいキラキラだね。うん、で歌メダル最後がグレルリン。そうだね。うん、はい、出てないのがですね、ホロメダルのジバニャン S と、うん、あと妖怪ガッツ K、うん、この2枚だけでした。うん、惜しかったね。うん、はい、それではですね、こちらの妖怪は自由バージョン2で、うん、これらのメダル聞いていきましょうか。はい、まずノーマルからいきましょう。はい、じゃあ赤鬼お願いします。はい、You。じゃあ青にお願いします。黒に。はい、黒に。この赤、青、黒は全部同じ感じだね。うん、マスクドニャーン。次、コマさん S。 はい、S 級ってなんずらって言った。うん、じゃあ次はコマジロは S。 はい、コマジロ S。 S 級ずらよ。次は妖怪ガッツ F。 はい、ジバコマ、はい、ジバニャンとコマさんの合体。お、お、声合体してた。うん、うん、ロボニャン F 型。はい、花穂人。はい、花穂人。うらやめし。はい、やっぱ怖いこれ。プライドン。はい、
きます。闇キュービ、はい、ジェットニャン、はい、いや、いいね。それでは、ここからお待ちかねの歌メダルだね。はい。ドンブリーズカムトゥルーお願いします。はい。いきます。はい。素晴らしい素晴らしい食べ物係、はい、お願いします。これひもじいとつまみ食いの助なのね。そうだね。そうかそうか。さっきのドンブリーズカムトゥルーは裏嫁とプライドンだったんだ。うん。歌めたら最後のグレルリン、はい、これはグレルリン一人だね。うん、はい。おはい、ということで今回は妖怪メダル U のステージ1更新歌メダルヒットパレード、これをですね12パック開けましたね、うん、はい、全20種類中18枚まで集められたのであと2枚だったね、うん、惜しかった。でも歌メダルが3つちゃんと出たので、うん、よかったね、うん、素晴らしかった、うん、歌メダルすごい笑えたし、すごい面白かったね、うん、これは今後も楽しみだね、ちょっとね。そうだね、うん、ジバニョンとか。そうだね、うんうん、出てきてほしいですね。そうだね。はい、ということで今日の動画がですね良かったなと思う方はですね、ぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい。そしてチャンネル登録がお済みでない方、チャンネル登録していただくとマイチャンネルがですね、チャンネル登録の一覧に出てきますので、うん、新しいね動画が分かりやすくなりますので、うん、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいです。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。